はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、アップデートが来まして、いろいろな修正が入りました。そこで、コメントをもらいました。ありがとうございます。香水系の効果が上昇してるという話なんですね。道具の、これ、奇跡の香水。だね、転生モンスターに出会いやすくなるっていうやつなんだけども、これがね、ものすごく効果が上がってるらしいですね。俺も前一度使ったんですけども、まあ、会えるには会えるんだけども、まあ一回使って二体ぐらいかな。それぐらいの確率だったんですけども、どれぐらい会えるようになったのか、やってみます。とりあえず使って30分間戦ってみますね。はい、使いました。では、いきます。戦うのは、こいつらですね。スライムタワーが、桃色三姉妹かなになるんだよね。なので、こいつらをちょっと戦ってみます。やり方は、シンボルに当たって、その後逃げる。ですね。で、それで出るまで繰り返してみます。多分この方法が一番早いと思うんでね。なかなか出ませんね。出た！出た！出た！出ました、出ました。7回目ぐらいで、出たね。いや、こんなに早く出るか。はいはい、開始、2分ぐらいで、すでに1体出てきましたね。結構出るな。まあまあ、とりあえず、この調子で、あと、28分ぐらいか、やっていきます。わあ、また来た、また来た。すげえ、むちゃくちゃ出るよ。すごい。あのね、2分に1体ぐらいは出るかもしんない。これすごい確率よ。こんなに出る。はい、来た。どんどん出るよ。どんどん出ます。これ本当に20回ぐらい出るんじゃない？ 30 分の間にさ。とんでもない確率だよ。はい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 、また来ました。2回連続全力でいきましょう。3回連続。ほい。ほい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 。それでは30分戦い終わりました。転生モンスターと出会った回数、なんと15回です。15回だよ。ちょっと待って。前は30分戦って1、2体だったんだよね。それが15体。2分に1回だよ。2分に1回とか、もうほんと3連続出た時とかびっくりしたけどね。おー。まあ、ものすごい確率で会うことができます。前のね、効果が5倍ぐらいになった感じですかね。うん、これはね、ほんと体感でも全然違う。ものすごい出る。で、転生モンスターって結構多いんですよね。結構多いので、これはね、図鑑を埋めやすくなったと思います。まだ俺も転生は全然やってなくって、今回3体目なんだよね。なので、あと、十数体いると思うけども、
それも、ちょっと埋めやすくなったので、やってみたいと思います。はい。いやー、これはね、すごいアップデート、修正ですね。うん。これ、奇跡と、あと、メタルも、同じく出やすくなったとは思うので、レベル上げとかね、素材集め、頑張っていきましょう。これはいいよ。うん。いいアップデートだった。はい。ということで、コメントありがとうございました。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。